はい、皆さんこんにちは。こんにちは。久々の USATV クッキングです。多分1年ぶりぐらいのクッキングになるんですが、久々、おばちゃん。はい。うん、ね、久しぶりやね。久しぶりです。このクッキングは。はい。おばあちゃん、久しぶりの出演です。そして、はい、お元気してましたか？まあ、もうね、残念やけど。頑張ります。はい。今日は、一人、近所のおばちゃんに来ていただきました、やっちゃんです。はい、はじめまして、やっちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。今日はまあ、3人でちょっと作っていくんですけども、何を作るかというと、久々の団子汁を作っていきます。ちょっと団子汁と山菜中心の料理ですね。そうですね、山菜中心の、あとおにぎりと、あとあのアスパラもちょっと使って、これはいただいたアスパラなんですけども、このアスパラを使っての料理もしていきます、春の野菜で美味しいご飯を作っていきます。じゃあ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。一つずつ具材を説明お願いしていいですか？はい。まずはじゃあ、団子汁、山菜団子汁ですね。そうですね。はい。はい、山菜団子汁には、こちらに、たけのこ、しいたけ、わらびを用意してます。今からね、小麦で、はい、これは小麦と塩と水で作っていきますね。はい。こちらが、はい。今日は、セリを摘んできましたので、セリご飯のおにぎりにしたいと思います。あ、セリはいいですね。はい。で、それの彩りに、去年の桜の花を塩漬けにしたのを、ね、あ、そうですか。はい。寄せます。あ、桜がいいね。はい。これが一品と、こちらは先ほどの具材と同じような山菜の、うん、混ぜご飯をしておにぎりにしたいと思います。はい。はい。で、こちらのアスパラは、うちで作った塩麹を使ったマヨネーズとポン酢をあえて、マヨポンを、はい、アスパラマヨポンを作っていきたいと思います。はい。椎茸も使って、この椎茸を使って、その上にマヨネーズとチーズを乗せた、美味しい料理を作りたいと思います。よろしくお願いします。はい、であとこちら、最後もう一個だけ、これは、茹でたタケノコを、山椒とお味噌と砂糖と、なんだその、いや忘れちゃう。まあそれを混ぜたもので、あえてまあ4品です4品5品ぐらい今日は作っていきたいと思います、はい、じゃあそれでは今からやっていきます。今も煮干しでね、はい、出汁を煮干しでお出汁を取ってます、ね、おばあちゃんも煮干しで取ってます。そうそうそう、取り寄ったよかった。じゃあここに入れてください、はい、今日はたけのこ、あ、ごめんなさい、あ、いいよ、たけのこと、たけのこと、しいたけと、しいたけ、わらびやな、はい、わらびは珍しいわ、うん、もう私は取り行けれ、ねえ、うん、本当よいって言った、はい、ねえ、神が止まってんが、やけどいいか、ええ、わしが入れていいです、もうお願い、料理もしてんのに80年の勘で入れてください。ああ、もうごめんね。おばあちゃんの手に出汁が入っちゃっていいや。いやいや。はい、今お水入れます、はい、混ぜてもらってもね、うん、また、はい、多すぎてこぼっちゃって、そうそうそう、大ごとにならんうち、大ごとにならんうち、はい、おめでとう、はい、今日は夏のことは暑い暑いごめんな、いいね、ちょっと硬い、まだうちに力があるじゃけ、いいや、いいよ、だから、うん、食べるのによかろうで、これはあれですね、あれ、はい、先に湯がくんですね、そうですね、今日は人数が多いですからね、ねえ、皆さん上達しました、今日初めてだそうですけど、いいよ、素晴らしいです。めちゃくちゃ長く伸ばせるようになってきたんやから、ね、やっちゃん先生の、いえいえいえ、素晴らしいんですよ、皆さん伝え方が良すぎて、すぐマスターさせてもらいました。もう美味しそうですね。おお、届いちゃう、届いちゃう、すごい
なあ、まあコンクリアンタ伸ばす飲んちゃう大変だったわ。すごいね。こんなもんですかね。はい。まあ、はい。はい。じゃああとは待ちましょう。はい。おばちゃんどこにあります？どこ？ああ、竹ができよって。どこ？何点の下にあることある？ほぼおばあちゃん。あった。あった。もう横もそうじゃねえかな。ああ、まだ多かったんよ。私苗が強ったけど。はいはい。十分取れる、いっぱいある、うん、味見してくれたら良いです。いや、もうとぼけずできるんで入れて良いですか、はい、焦げてはまって、なんか昔はまった大きいすり鉢ですりよったよ。ちょっともうみんな入れるわ、うん、みんな入れていいです、うん、いい匂いがしますね。うん、山椒の匂いが ね、うん、発酵マヨネーズ、麹を使ったマヨネーズです、はいはい、これにちょっと塩コショウを混ぜて、ここにどんどんこの椎茸にかけていきます。はい、お願いします。こんくらい、うん、それぐらいかけていきます。はい、で、最後チーズをかけてください。あ、チーズ。チーズどのくらい？こんくらい？いいですか？これぐらいかな。もうちょっと。もうちょっといい。あ、そうか。もうすげえとかけていいか。おいしそう。はい。はい。じゃあ待ちましょう。はい。アスパラを、味噌マヨネーズで焼く。焼く。はい。はい。はい。じゃあ。おばあちゃん、ここマヨネーズが入ってますから、うん、ここにね、お味噌をこれくらい入れます。はい。あ、ほんと、うん、そしてね、はい、これをみりんで伸ばしてください。私が横から取って。あ、こんな料理があるんだ。そうそう、したことがない。うん、じゃあ初めてこんなことする。うん、アスパラネーズ、うん、おマヨネーズと、マヨネーズとお味噌と味噌、うん、みりん、あとは焼き上がるとアスパラの甘さが出るのでね、うん、あ、初めて食べて、うん、結構これはまた75日長い75日と言わず75日と言わずもっと長生きしてください。もっと美味しいもの食べられますよ。ありがてこっちゃマンゴーやらな。はい、軽く、うん、はいですね。じゃあこれで、はい、焼いてみましょう。はい、次はたけのこご飯です。はい、まあいいかな。はい、おー、みんな入れていいな。うん、みんな入れても。今日は USA TV クッキング久しぶりですけど、めちゃめちゃ量が、うん、量まで切らんでね。はいはい、いいよいいよ。今入れます。美味しそう、うん、香りがいいですよね。香りがいい、うん、入れていいかな、はい、あと、もう入れていいか、うん、終わった。あ、今日じゃあ、これでお願いします。あっちに3号のやつ入ってるやつがあって、ご飯、うん、多分そのまま置いちゃおうと思う。持ってきたらいい。持ってきてもらったらいい。もう、あの、ボウルとかに入れてからでもいい。あ、分かったです。はい、いいですね。はい、料理ができました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。しゃべりよく行きます。まず最初にね、山菜の団子汁です。おお、団子汁で、次が、こちら3つがおにぎりですね。しけのこ、しいたけ、わらびのおにぎりで、こちらがせり、せりのおにぎり、はい、で、こちらがこれもただの塩おにぎりなんですけど、すべてかけ干し米のおにぎりなので、美味しい
お米を使って、美味しい具材を使って作ってます。でこっちは椎茸をマヨネーズね、全部あえて、でこちらはタケノコと山椒和えですね。でアスパラをマヨポンでしました。今日はこのメニューを、みんなで食べたいと思います。まあ、こんな料理ですが、また皆さんも料理参考にしながらいろいろ旬のものを食べてみてください。美味しいと思います。はい、どうぞ召し上がってください。初めての動画撮影どうでしたか。はい、やや緊張しつつもこちらに集中してしまうので必死でした。お疲れでした。いいえ、どうでした、先輩として上手でした。上手上手もう上手。バッチもハマってきたけどもうケツマラケツマラ。無事に終わりましたので USATV ポーズで終わりたいと思います。いきます。 U U S S A A T V V。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもやってみてください。バイバーイ。はいはい、すんません、あんた。